はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はダルビッシュセレクションとアニバーサリープレイヤーはどちらを優先するべきなのかを比較していき、大抽選会の攻略法を解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず比較に入る前にそれぞれの無料配布に関してです。アニバーサリープレイヤーでは各段1枚ずつ無料配布が用意されており、ダルビッシュセレクションでも無料配布が用意されています。どちらも無料配布の結果を見てから引くのが可能なので、無料配布の結果も重要な判断材料になるでしょう。そしてガチャ形式に関してです。まずアニバーサリープレイヤーのガチャ形式としては、30連目 S ランクアニバーサリープレイヤーの選手確定、60連目 S ランク自チームアニバーサリープレイヤーの選手1人確定となっています。第1弾第2弾でガチャ形式は変わりません。それに対しダルビッシュセレクションは30、60、90連目 S ランクダルセレの選手1人確定となっており、自チーム確定はありません。ということでどちらを引くべきなのかガチャの比較の方に入っていきます。まずは比較1つ目、狙いの選手の当てやすさに関してです。この比較はアニバーサリープレイヤーに軍配が上がるでしょう。60連目の自チーム確定で確実に狙いの選手を取れるため確実性のあるガチとなっています。ダルセレは自チーム確定がないためギャンブル要素が大きめになるでしょう。続いて比較2つ目、ラインナップのステータスの強さに関してです。この比較はダルセレに軍配が上がるでしょう。ダルセレのラインナップは超豪華まではいきませんが、今年のアニバーサリープレイヤーは若干渋めとなっているためダルセレに軍配が上がります。続いて比較3つ目、限界突破のしやすさに関してです。この比較はアニバーサリープレイヤーに軍配が上がるでしょう。アニバーサリープレイヤーは現役選手のガチとなっているため通常排出の A ランクで限界突破が可能です。それに対しダルセレは通常選手では限界突破ができないため限界突破コーチが必須になります。仮に複数人当たりを引けた場合、全員に限界突破コーチを使うわけにはいかないので、アニバーサリープレイヤーがやはり無難になるでしょう。続いて比較4つ目、リアタイ的な強さに関してです。この比較は引き分けに終わるでしょう。アニバーサリープレイヤーは第1弾に松井選手、坂倉選手、バウアー選手、岡本選手が固まっているためリアタイ的には第1弾がおすすめになっています。ダルセレもリアタイ向きの選手はいますが、例年に比べると若干劣るためアニバーサリープレイヤー第1弾ダルセレ、アニバーサリープレイヤー第2弾の強さ順になると思います。ダルビッシュセレクションとアニバーサリープレイヤーの徹底比較は以上となります。結果としては2勝1敗1引き分けでアニバーサリープレイヤーに軍配が上がりました。無難に攻めるならアニバーサリーがおすすめになるでしょう。またアニバーサリー第1弾第2弾で比較するとリーグ的には第2弾、リアタイ的には第1弾が豪華になっているので、優先度をまとめるとテロップの通りになると思います。各自のチーム状況に合わせて引くガチャを決めていきましょう。続いてカンタチャンネルの今後のガチャ方針に関してです。今のところはテロップの通りとなっています。アニバーサリープレイヤーは第2弾に欲しい選手が固まったため方針を変えて第2弾のみ60連する予定です。ただダルセレも欲しい選手は少なめのため現状エナジーが余る形となっています。ちなみに自分の状況としては OB 第1弾でミパドーチの長嶋選手が引けており、セレクションでおかわりくんをミパドーチにできているため野手強があまりいらない状況です。どちらかというと投手の旧スタ同値が必要な状況のためリスクを負ってワールドスターを回す可能性がかなり高まったと思います。ガチャを引く様子は必ず動画にしていきますので参考にしたい方はしてください。続いてはダルビッシュ大抽選会の攻略の方に入っていきます。まず大抽選会がどんなイベントかというと、イベントページにアクセス試合を行い手に入れた抽選チケットを使用して欲しい賞に応募するイベントです。抽選チケットの獲得枚数はイベントアクセスで毎日1枚、試合で1日5枚まで獲得可能となっており、イベント期間内に合計で54枚獲得可能となっています。また今回からプレミアムチケットも獲得可能となっており、そちらはダルビッシュグッズにのみ応募ができるチケットとなっています。ということでおすすめの票の割り振り攻略を紹介します。まずポイント1つ目、ダルビッシュコラボ賞には必ず1枚入れましょう。こちら必ず当選となっているため今すぐに入れてしまって大丈夫です。自分も早速入れていきたいと思います。
続いてポイント2つ目、 A 賞から C 賞には1枚ずつ入れましょう。この3つの賞は全ての抽選チケットを使っても当たらない可能性の方が高くなっているので、たくさん入れるのはリスクが高い形となっています。ただ1枚も入れないのは夢がない気もするので、1枚は入れておくのがいいでしょう。こちらも今すぐに入れてしまって問題ないので、自分も1枚ずつ入れていきたいと思います。まあ1枚も入れなきゃね、可能性はゼロになってしまうので、まあそれは寂しいのでね、全部1枚ずつ入れるのはいいんじゃないかなと、まあ個人的にはね、今の考え方としてはそうなっています。続いてポイント3つ目、 F 賞には5枚程度入れましょう。過去の傾向だとだいたい5枚程度入れれば当たることが多いと思います。もし心配な方はもう少し入れておくのがいいでしょう。ポイント3からは倍率を見ながらになってくるので、まだ応募はしないでください。F 賞は競争率が低い割にある程度豪華な報酬が手に入るので、全て外れるのを回避できる最高の選択肢となっています。続いてポイント4つ目、残りの票を D 賞 E 賞に注ぎ込みましょう。両者とも当たらない可能性は割とあるので、欲しい方に多めに割り振っておくのがいいと思います。この賞のどちらかが当たれば抽選会は勝ちだと言えるでしょう。また G 賞 H 賞に関しては個人的には入れません。ただ G 賞に全部入れて特訓コーチを乱獲するのはありだと思います。 H 賞の5000コインに関しては外れの1エナジーである程度回収ができるので、試練をやる手間を省きたい課金者の方向けになるでしょう。続いてポイント5つ目、大抽選会の注意点に関してです。先ほども少し触れましたが、大抽選会の票はできるだけ最終日付近に投票しましょう。イベント期間内に票の推移も見れるようになっているので、どの賞の期待値が高くなりそうか見極めることが可能となっています。票は投票してしまうと取り消せないので、最終日付近に投票していきましょう。大抽選会の攻略は以上となります。大体の票の割り振りはイメージできたでしょうか。まとめるとテロップの通りです。倍率によって多少変わってくるので、自分の詳しい投票は後日動画内で触れていきます。たくさん当たることを祈りましょう。この情報が良かった方、大抽選会で神引きをしたい方はぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて時間経過し、撮影している26日3時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進めている自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。累計初回勝利報酬は18人という状況です。初級から順番に進めているため、ペースはだんだん上がっていくでしょう。進みの目安としたい方は参考にしてください。続いては S ランク契約書、スピードボーラーをまだ引いていなかったということで、こちらの方一応動画内で引いていきたいと思います。まあただね、正直言って誰が出てもどうでもいいのでスキップをさせていただきます。お、東選手でも一番欲しい選手来ましたね。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日はアニバーサリープレイヤーの組み合わせが判明しているということで、アニバーサリープレイヤー第1弾についてまとめた動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。